羽鳥又夫は、群馬県瀬田郡富士見村出身。台湾総督府中央研究所職員を経て、台南市の市長を務めた。台南市長を在任中、第二次世界大戦中という時世の中、赤老の修復作業を進めたことで知られる。羽鳥又夫たおは1892年4月20日に、富士見村の村長であるはとさんの4男として生まれた。1906年4月に、 石井神常高等小学校を卒業、同年12月、東京私立生息予備学校にて中学校、第2学年の修了賞を得る。1909年6月16日、資格試験に合格し、群馬県の神常小学校の準教員資格を取得した。合格後すぐの7月23日、母校の神常家準訓導を務めた。1912年8月に教育会、 解説講習会にて法制化を受講する。同年12月10日、石井実業補修学校の準訓導心得を兼任する。翌年12月2日、尋常小学校本科生教員の資格を取得し、12月31日母校の訓導に着任した。1915年12月21日退職。1916年夏。 羽鳥は、親戚の医学博士、羽鳥り明の推薦により、台湾に渡航した。1918年より、台湾総督府の中央研究所職員に着任し、1926年9月には、台湾総督府総督官房秘書課に転任した。さらに1934年9月の総督府理事官1936年の、 総督夫人寺課長を経て1942年4月には台南市長に就任した。台南市長時代は文化財保護に強い関心を持った。具体的な活動としては台南工業の修復及び式典の復活や日本軍に徴用される予定だった海元寺の古金を保護したり戦時中にもかかわらず赤老の修復に尽力するなどした。 赤牢の修復作業は1943年3月1日に始められ、1944年12月20日に完了した。総工費6万5千円。この修復作業は台湾総督府の指示を得られず、日本軍も作業を妨害したが、ハトリは赤牢の修復を完遂した。1945年3月生5位、訓後東随法省に助せられた。同年5月に、 市長を解任された後も台南に止まった。日本の降伏後も台南州接管委員会のアドバイザーとして台南市政に関わった。1947年1月に日本へ帰国し、佐世保港へ上陸した。日本に引き上げた後は、引き上げ援護委員長官で、前日本 YMCA 同盟総主事、斉藤総一の推薦により、 日本国際キリスト教大学建設委員会の主事に就任した。この功績により1971年、ハトリは日本 YMCA の特別功労賞を受賞した。1975年5月には東京 YMCA の第1号名誉会員として推薦された。ありがとうございます。